にちは、ミニマリストミニアンタートイプードルのジャスミンです。本日は暴落売るな耐えろっていう話をしたいと思います。最近株式市場が下がっていますよね。こちら S&P500 のチャートを見ていただきたいんですが、現在収録しているのが1月26地点なんですが、昨日までの1月25地点のチャートがこちらになっています。この6ヶ月チャートで見ると、ここ最近すごく上がっていたのがガクッと下がっていますよね。でこういう風にですね、下がってくると慌ててしまって、下がってきたので一旦売ってもいいですかっていう質問や、もう下がってきたんで一旦売りましたっていう方、もしくは貯金が少ないので一旦売っていいですかとか、追加で投資する余裕がなくなったので一旦売っていいですかとか、積立NISAの証券会社を変えたいので売却しましたとか、なんかとにかく売る話がね多いんですよね。でこの売ることについては全部ダメです、ノーですっていう話を本日はしていきたいと思います。まあ、投資をね始めたばっかりの方がですね、焦ってこのように狼狽売りといってパニックになって売ってしまうことがございますので、まあ、その辺は知識をインプットすることによってメンタルが落ち着いてですね、安定した投資、安定した長期投資をですねやっていくことができますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日はですね、暴落した時も売らないで長期投資やっていこうってお話なので、皆さんですね、20年30年計画でちゃんと投資やってるよって方は、ぜひコメントね書いていただければ、狼狽売りしようかなってのパニックになってる方の支えにもなりますので、ぜひお願いいたします。また最近ですね、私は月1でリアルの交流会を開いております。20代から60代の方まで幅広い層の方がいらっしゃいます。皆さん一人でいらっしゃいますので、安心して来ていただければと思います。そこでですね、節約や投資、ミニマリズム、借金などいろんなことについてですね、楽しくお菓子を食べながらお茶会のようにお話ししています。こちらも概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひいらしていただければと思います。それでは早速本題いってみましょう。というわけで本日は暴落売るな耐えろっていうお話です。先ほどお見せした S&P500 のチャートをもう一回見ていきますが、この6ヶ月チャートで見ていくと、最近すごく下がってるなっていう風になって、ここで慌ててですね売りたいなっていう気持ちが高まってしまう人が増えてしまいます。で最近特に多いのが、下がってきたので一旦売っていいですかっていう話ですね。これはですね、売っちゃダメなんですよ。歴史から学ぶ継続性の有効性っていう JP モルガンが出してる記事があるので、こちらを紹介しますが、このグラフを見ていただきますと、この線が縦に入ってる部分っていうのがですね、株価が大幅上昇したところなんですよ。このグラフのようにですね、株価が大きく動き、大幅上昇と大幅下落が隣り合わせのような環境下では、相場のタイミングにかける短期投資の短期売買の誘惑が大きくなりますよと。ただ実際ではですね、なかなかその短期売買っていうのはうまくいきませんと。短期で株価がどう動くかを予測し、常に当てることはとても困難です。このグラフ見てわかる通り、下がった後に急激に上がるんですよね。でそういう風に急激に上がってるところっていうのが、この縦の線の部分になっています。私が普段話しているインデックス投資っていうのは、最低でも20年間の長期投資を基準としています。長期の資産運用を目指す投資家にとっては、このような変動性の高い環境下こそですね、冷静な姿勢で投資と向き合い、タイミングに左右されない継続投資を実行することが、より良い投資結果をもたらす可能性が高いと考えています。このグラフ2を見ていただきたいんですが、このグラフでは株価のタイミングを狙ったもののうまく当てることができずに、株価の大幅上昇日、先ほどのグラフ1の縦線のところですね、それを取り逃してしまった場合、長期投資にどのような結果をもたらすのかというものを試算したものです。1988年から約32年間米国株式に投資を続けていた場合、最初の1万ドルは20万ドルを超えました。その一方で、投資タイミングを見誤って、市場が大幅に上昇する前に一旦投資を終え、その後に再開するという行動を取った場合を見てみると、約32年間のうち大幅上昇した上位10日を取り逃すと、32年間の継続投資に比べて半分の約9万ドルという結果になりました。こういった過去のデータから見ると、株価が大幅下落した後には大幅上昇が続くことがあり、一時的でも投資をやめてしまうと、投資の成果には大きな差が出ることがわかります。なので先ほどのグラフ1の大幅に株価が上昇する縦線ですね、そこの部分を取り逃さないというのが大事です。全部取り逃さ
ないでずっとコツコツドルコスト平均法でどんどん投資していればですね、大きく資産は増えるんですけど、上位5日を取り逃しただけでもかなり減ってしまいますし、上位10日を取り逃したらもう半分になってしまいますし、上位20日取り逃したらという感じでものすごく減ってしまうんですね。なので株が下がってきたから一旦ですね利確して市場から退場し、また上がってきたら買うっていうことは意味がないんですね。そのタイミングっていうのは突然やってくるので見極めることがまあ不可能ですね。そこで買ったりてっぺんで売ったりするっていうことはまず不可能です。急に上がってしまいますので、上がったら買おうっていうふうに思っている間に買っておけばですね、すごく上がったのにっていうふうになってしまいます。ですので私たちがインデックス投資でやっていくべきはですね、コツコツドルコスト平均法で買っていくということですね。まあこれは売ってしまったらダメっていう話ですので、下がったタイミングで自分なりにルールを決めてですね、余剰資金を追加で買っていくっていうのはいいです。とにかく一旦売って市場から退場しようっていうのはやめてください。で続いて来た質問ですが、貯金が少ないので売っていいですかということですね。これなんで貯金が少ないので投資を始めちゃったんだろうということなんですが、まあ基本的に何を買ってるかわかんないですが、積み立てNISAであればそんな変な商品ではないので、まあ売らなくていいかなと思います。積み立てNISAの場合は売ってしまうとその時の非課税枠っていうのは二度と復活しないので、まあそのままの方がいいですね。政府の方である程度良い商品を並べていますので、まあそのままでいいかなと。でまあもしくは積み立てNISAとかじゃなくて特定口座でなんか別のものを買っていて、そっちがプラスになってるんで一回売るっていうのはまあいいかもしれないですけど、そもそもですね、貯金は以前100万円を貯める方法、300万円を貯めろっていう動画を出したんですけど、まあその中でですね、医療費の観点では100万円あればがんになったとしても十分ですよ、十分耐えられる医療費ですよってお話をしました。ですでにですね、100万円がないのに投資に例えば50万円とか入れている、で現金が5万円しかないとか、そういった場合どうしたらいいのかっていう話なんですけど、この下がったタイミングで売ってしまうとマイナスになってしまう可能性も結構高いですし、さっき言ったように積み立てNISAね、非課税枠せっかくあるのに使ってしまったらもったいないので、まあ、100万円程度であれば1年以内で稼げる額ですので、その投資のことをどういう風にするっていうことじゃなくて、稼ぐ方に考えていただきたい。1年以内に100万円をプラスしていただきたいと思います。1年間で100万円貯めようと思ったら月 8.3 万円なので、まあ、いつも話してるようにですね、家計簿で、まあ、固定費の削減をしたり、まあ、実家に帰るなどしてですね貯めていくのがいいと思います。100万円貯める方法の話でもしたんですけど、まあ、実家に帰る、友達とルームシェアをする、シェアハウスに引っ越すなどでですね、固定費を大幅に節約できますし、その他通信費やスマホ代などで節約もできますので、まずそこに手をつけると。でそこに手をつけたとしてもですね、年収が低くてそんなにお金がないっていうんであれば、ポイ活ですね、以前紹介したモッピーやハピタスを使ってポイ活で50万円程度貯めることも可能ですので、そこら辺にチャレンジすると。であとは Uber Eats や動画編集、ライティングなど、 Uber Eats はすぐにできますし、動画編集やライティングも数週間勉強すればすぐにできるようになるものですので、そういった労働収入を追加してですね、そちらで稼ぐっていう手段もあります。ライティングや動画編集っていくらでもね仕事がありますので、そういうところに時間を使っていくのがいいですよね。まあ、そもそもまあ収入が少ないという状態であれば、そんなにね残業もないのかなと思います。私もなんか以前 YouTube で見た動画で、仕事がすごい減らされて残業がなくなって手取りがすごい減りました、なので土日はお金を使わないようにするために家で引きこもってゲームをしてますみたいな話があったんですけど、もうすごい間違ってるなと思って、めちゃめちゃ時間があるんだったら副業しなさいよと思って、もしくは転職活動しなさいよと思って、同じようなコメントもねたくさん載ってたんですけど、もうそういうことです。稼ぐ方向にベクトル矢印を向けてくださいと。でもしくは仕事を今やってないんですよとか、今の仕事がリストラされてしまったんですよっていうのがあれば、一時的にでもですね、期間工といってこう車のライン作業ですね、それをやることによってですね、1年間で400万円平均で貯められます。ものすごく給料がいいんですよね。家もついていますし、食事もねそこで安く買うことができますので、住み込みでそういったものをやると1年間で400万円とか貯められますし、つまり半年とか数ヶ月でもいいわけなので、100万円ぐらいだったらすぐ貯まりますので、そういったもので一時的に働いて、ちょっと大変ですけど100万円まず調達するっていうところを目指してください。続いての質問で、追加で投資する余裕がなくなったら一度売っていいですかっていう話がありました。これちょっとね意味が分かんなかったんですけど、追加で投資する余裕がなくなったらその投資をしなきゃいいんじゃないですか。で買ったものはそのまま置いといてください。この何か途中でね問題があった時すぐ売ろうっていう思考になるのをやめておいた方がいいですね。先ほど話した通り、積み立てNISAのですね非課税枠も消滅してしまいますし、別にすぐ使うわけじゃなければ売る必要がないので売らないでください。20年間持っておくのが一番大事です。というわけで、その投資信託は複利で増えるってところを多分ですね皆さん失念してると思いますので、そこをですねもう一回おさらいしておきたいと思います。私たちがやってる米国や全米全世界のインデックス投資はですね、分配金を再投資する方式になっているので複利効果が働きます。まあ、もしくは ETF でやってる場合は自分で分配金を再投資してください。で複利っていうのはですね、増えた
た利子が元のお金と合算されて、そのお金にまた運用益がついていく、利子に利子がつくっていう仕組みのことです。これで浮きだるま式にお金が増えていきます。この単利と複利の比較図を見ていただきたいんですけど、これはですね100万円を元手にですね単利と複利で比較した場合ですね、1年目は同じぐらいでも20年目では倍の差が出て、30年目では 4.4 倍の差が出ていますね。これは 10% の利率で計算した場合なんでかなり高いですが、このようにですね複利効果が働くとお金が勝手に働いてくれるのでぐんと増えるんですよ。で実際の現実にあった利率に当てはめた場合の過去事例ですね、実際の全世界インデックスの期待値はこちらの通りです。世界の株式動向指数 MSCI を用いた表になっていて、投資を開始して最初の5年間は下がる場合も多い、最悪半分になるんですが、15年やればどんなに高い時に買ってもプラスに転換すると、20年30年やってれば平均で 5% 以上 9% 以上という形の数字に収束していくっていうものになっています。さっきの複利の図と違ってですね、実際の投資は下がることもあるので、この上下幅っていうのがありますよってことですね。ですので長期投資さえやっていればですね、最初に積み立てたお金も20年経てば倍以上になってる可能性が高いので、必ず置いておくようにしましょう。売らないでください。一度買ったら20年は絶対売らないんだっていうつもりでやってください。お金が足りなくなったら追加投資をやめて稼ぐ方にベクトルを切ってください。で続いてよくあった質問なんですけど、積み立て NISA の証券会社をですね変えたいので売却しましたみたいな話がね結構前にあったんですね。これなんでっていう感じなんですけど、その積み立て NISA の証券口座を変える方法っていうのを皆さんあんまり分かってないまま手続きしちゃってるみたいで、積み立て NISA とか NISA っていうのはですね、毎年その NISA と積み立て NISA の口座も変えられますから、積み立て NISA から NISA にするのとか、 NISA から積み立て NISA にするのに一度売却する必要もありません。そして証券会社を変える場合も、前に買ったものはそのまま続きを積み立てていくっていう形になります。なので売却する必要ってのは一切ありません。まあそれは分かっていても、変な商品を買って気持ち悪いって気持ちもあるかもしれないんですけど、まあ基本積み立て NISA っていうのは政府の厳しい基準にのっとっているものですので、そんなにねおかしな商品はないと思います。ちょっとでもねプラスになっていきそうなんであればですね、その非課税枠っていうのをね最大限使った方がいいので、まあ基本的には売らないでずっと持ち続けてください。なので最初に銀行で積み立て NISA 始めてしまったんだけどっていう場合にも、そこの銀行で買った分っていうのは、まあ、20年以上持ち続けていただいて、その後楽天とか SBI でまた積み立て NISA 始めた分っていうのは、まあ、続きでやっていけばいいということです。まあ、ただしですね、積み立て NISA じゃなくて NISA の場合ですね、これは5年間しか非課税期間がないので、5年目にですねマイナスになっているとですね、その価格で取得したとして特定口座に移されて損してしまう。まあ取得価格が下がるってことはその後の税金が高くなってしまう。でマイナスが出てる時点で売ったら、まあ、それでもまた損してしまうというふうになってしまうので、5年間で必ずプラスで終わらなければいけないっていう厳しいものなんですよね。なので NISA 口座でやってる場合に、何かしらの事情で売却が必要になっていれば、プラスになっていれば売却していいかなと思います。まあ、マイナスで売却するのは結構厳しいですね。あとは特定口座で何か銘柄を買っていて、それがですねインデックス投資ではない場合、それを持ち続けても上がらないなっていう場合は、それをプラス出ていればプラスの段階で売却してですね、その資金をインデックス投資に回すっていうのもいいかもしれないですね。例えば結構ハイリスクな商品を買ってしまっていた場合、なんか EMAXIS NEO とか買っていましたっていうので、テーマファンドですよね、インデックスファンドじゃなくて単純に個別のテーマファンド買っていましたっていう場合に、結構上がり下がりが激しくて、なんか下がることも多くて持っているのが怖いなとかっていうのがあるんであれば、例えばそこに入れてた100万円を売却してインデックス投資に回すとかっていうのはありかなと思います。なので、まあ、積み立て NISA で持ってる場合は基本売らないと。で NISA の場合はプラスになっていたら5年以内に売ると。あとプラスになっていたらそのまま特定口座に移行しても大丈夫です。でさらにですね、特定口座の場合はなんか変な商品を買っていたっていう場合、米国全米のインデックスファンドじゃなくて他の変な商品を買っていた、でその資金をインデックスファンドの方に回したいっていう場合は売却しても良いです。でそれ以外に売っていいタイミングってどういうタイミングかっていうとですね、お金を使う事情が来た時ですね。基本的には20年間使わない前提で、自分の人生でいつまでにいくらお金を使うかっていうのをまず設計してください。でそれ以外ののっぴきならないこう事情で急にお金が必要になりましたっていう時は、自分のまず銀行に置いてる預金から出してください。でそれでもなぜか足りないよっていう場合は、なんかすごく間違ってる気がするんですけど、しょうがないので売却するっていうのはありです。まあ、基本的にそういう風にならないようにいつも言っていますが、100万円をまず貯めて、でその後300万円合計で貯めて生活防衛資金としましょう。300万円あればね、世の中ねどうにでもなりますので、その中でどうにかしてください。あ
と子供の学費ですね。子供の学費はちゃんと別でね用意しておきましょうと。子供がまだ小さいんだったらいいですけども、大きくなってるんだったらすぐ大学の学費かかりますので、そういうのは投資に回さず持っておきましょうと。であとはセミリタイアしますとかファイアしますっていうので取り崩しが始まる段階であれば、これももちろん売っていっていいですよと。ただこれもですね、暴落してるタイミングで売るとその後のですね資産っていうのが激しく目減りしてしまうので、暴落の時はしばらく働いて耐えるっていう風にする、もしくは生活防衛資金の方から工面するっていう風にしていく必要があります。まあ、ですので全体振り返ってみると、やっぱ下がってる時に売るっていうのはダメだし、積立NISAの口座を20年以内に売るっていうのもダメですよっていうことです。そして最後に有名な投資本である敗者のゲームに出てくる話をしたいと思います。過去72年間のうちベストの5日を取り逃すと利益は半減してしまう。この教訓は明らかである。投資家は稲妻が輝く瞬間に市場に居合わせなければならないということだ。まあこのようにですね、今日 JP モルガンの表を出してこう縦にね線が入っていましたよね。あれが稲妻が輝く日です。あのようにして急に思いもしないタイミングでドカンと上がるんですね。下がった後ドカンと上がるタイミングを予測することはもう不可能ですので、コツコツドルコスト平均法で積み立てていって、そこの急上昇のところに必ず乗り合わせるっていうのが大事です。稲妻が輝く瞬間に市場に居合わせられるようにして、20年後お金が倍以上に増えてるようにしましょう。最後にお知らせです。私普段積み立てNISAやイデコ、インデックス投資をおすすめしているのですが、証券会社は楽天証券がおすすめです。おすすめのポイントが3つあって、1つ目はクレジットカード払いをすると 1% 分ポイント還元されるんですね。最大500円分のポイントがバックされますので、ランチ1回分のお小遣いがもらえちゃいます。2つ目はですね、毎月500円以上の投資を行うことによって楽天市場でのお買い物がプラス 1% ポイント還元されるということです。これでまた楽天ポイントがどんどん貯まりますね。3つ目はその貯まった楽天ポイントでも投資ができるということです。まあ、このようにですね、楽天証券は積み立てNISAやイデコ5万円までの投資は非常におすすめになっておりますので、ぜひ概要欄から楽天証券解説していただければと思います。また以前出したポイ活は怪しい初心者が5万円簡単に稼ぐ方法という動画が非常に人気です。こちらはですね、ポイ活のモッピーを使うことによって月5万円稼げますよって話になっております。こういったポイ活サイト、モッピーとハピタスについて動画出しておりますので、ぜひ見ていただければと思います。概要欄の紹介コード付きの URL から始めていただけますと、モッピーなら追加でプラス2000分のポイントがもらえます。ハピタスでも紹介ポイントがもらえますので、ぜひ概要欄の紹介コード付きの URL から始めてください。こちらの URL から始めないと紹介特典を受け取れないのでご注意ください。また私が普段使ってるものに関してどこで売ってるんですかって質問をよく受けます。私が普段買ってるものは楽天ルームで紹介させていただいておりますので、ぜひそちらから見ていただければと思います。他にもですね、 Twitter やブログもやっておりますので、ぜひそちらもフォローいただければと思います。本日の動画は以上です。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではバイバーイ。